アンドレア・コンティは、イタリアレッコ出身のサッカー選手。AC ・ミラン所属。イタリア代表。ポジションは DF。アタランタ BC で、ロベルト・ガリアル・ディーニや、マッティア・カルダラと共に育成された。2013年7月12日にレガプロのペルージャカルチョへ、レンタル移籍し、2013年8月30日の、ノチェリーナ戦でリーグ初出場を果たした。 2014年7月10日、セリエ B の SS ビルトゥスランチャーの1924へレンタル移籍し、24試合に出場した。2015年夏にアタランタへ復帰し、トップチームに昇格。2015年12月2日のコッパイタリア4回戦、ウディネーゼ戦でトップチームデビューを飾り、2016年1月6日には、再びウディネーゼを相手に先発出場し、 セリエデビューを果たした。2016から17シーズンには、ジャンピエロがスペリーニ監督のもとで、レギュラーに定着。リーグ33試合8得点を記録し、アタランタの4位躍進に貢献した。2017年7月7日、AC ミランへ2022年6月30日までの5年契約で移籍することが発表された。 2017から18シーズンの開幕戦ではスタメン出場を果たしたが2017年9月の代表戦で念座を負いその後のリハビリトレーニング中に左膝前十字人体を断裂し6ヶ月の離脱を強いられた2021年1月21日パルマカルチョ1913にレンタル移籍した2021年6月30日までのレンタル移籍となる 2017年9月5日に行われた 2018W 杯欧州予選のイスラエル戦でイタリア代表デビューを果たした国際 A マッチ1試合で得点ありがとうございます。